おはよう、カム。カムちゃん、おはよう。おはよう。どうかしたの？お腹空いた？空いてない、ペロ。スカート履いてくるの忘れた。ありゃ、衣替えだからって身軽になりすぎよ。なんかスースーするのはタイツ履いてないせいだと思ってた。なるほど、これからはカムちゃんの生足を毎日拝めるってわけですな。眼福眼福。みんな、どうしてそんなに落ち着いてるの？花ちゃんがみんなの分も全力で慌ててくれるからですかね。だってその下はなんだよ。そんなこと言ったら私たちだってこの下にはパンツだけだし。そしたらスカート履かなくてもいいってことなの？それともパンツ履かなくていいの？花ちゃん、パンツはおやつに含まれませんからね。まあほら、パンツ履き忘れたわけじゃないしね。大丈夫。でもやっぱりまずいのでは？困るのでは？これからとか帰りとか。カム、ほら体操に。すっちゃ。あれ、これで終わり？これだけで済んじゃうお話？済んじゃうお話ですね。そうなのかな。